Lega Serie A presents Coppa Italia.2021コッパイタリアラウンド16、イタリアトリノにありますアリアンツスタジアムのユベントス対ジェノアの一戦をお届けしてまいります。このラウンド16は一発勝負になります。ビッロ監督指揮官として初のコッパイタリア指揮ということになる注目の一戦です。今日はユベントスもそれからジェノアもベンチ入りメンバーを含めて若い選手が登場してまいります。ユベントスは右に背番号52番、アンダー23のユベントスのプレーヤーでもありますウェズレー・ダビッドでオリベイラ・アンドラーデがトップチームデビューということになります。後ほど、担当記者からもちょっといろんな情報入ってきてますのでご紹介はしたいと思います。それから3センターバックの右にラドゥ・ドラグシンが入りました。すでに公式戦は2試合ユベントスでは出場しています。チャンピオンズリーグ、それからリーグ戦はこのジェノア戦で出場しています。したがって今日はフェデリコ・ベルナルデスキが左に入りました。一方のジェノアも若い選手が多数入っています。トップチームデビューはこの背番号90番3センターバックの左ダニエル、おそらくですがドゥンブラバンというと思います。トップチームデビューです。19歳です。モルドバの出身です。今日のツートップはマルコ・ピアザと、ユベントスの移籍濃厚と言われているジャンルカ・スカマッカです。そのあたりの情報も少し入ってきていますので後ほどご紹介ができればというふうに思います。今日のツートップはデアン・クルセフスキーとアルバロ・モラータです。前回細江克也さんとともに滑走路のカンピオナートリーグ戦をお届けしました。心配されているディバラですが左膝の内側側副靭帯の損傷ということで、ユベントスのファンの皆さんもご存知かもしれません。全治15日から20日間ということで、週末のデルビーリタリアインテル戦、さらにはスーペルコッパイタリアーナ決勝対ナポリのゲームも出場はちょっと厳しいという状況になりました。それから前半早々に、ラムジーと交代をしましたマッケニー、それからオビアンに足首を踏まれたキエザですが、今回のコッパイタリアは回避しまして、注目のデルビーリタリアインテル戦に備える形となります。負傷にはならなかったようです。ですからデルビーリタリアの出場は問題ないのかと思います。今日はクリスティアーノ・ロナウドはベンチからのスタートということになります。イベントスタジアム、アリアンツスタジアムにユーベストリアディグランアモーレが流れ始めています。すでに各チームゲームを終えています。ミランがすでに次のラウンドに進出し、先ほどインテル対フィオレンティーナはルカクの決勝ゴールでインテルが勝ちまして、ベスト8でデルビーリミラノが実現します。でユベントス・ジェノアの勝者が明日行われますサッソーロとスパルの勝者と対戦をするということで、このユベントス・ジェノア・サッソーロ・スパルの勝ったチームがインテル・ミラノの勝者と対戦をするということになります。この前に行われた、もうご覧になった方いるかもしれません、ナポリ対エンポリは打ち合いになりました。エンポリ現在セリエ B のトップなんですけれども、ナポリなんとか3対2で勝利をし、来週行われますローマ対スペイチャの勝者と対戦をするということになります。
今日のユベントス注目は何といっても先ほどご紹介をしましたベズレー・ダビッドでオリベイラ・アンドラーデ、アンダー23のユベントスのチームでは5試合に出場しています。それからベンチ入りメンバーにはフィリッポ・ラノッキアやユベントスのプロスペクト選手と言われているフェリックス・コレイヤ、それからハムザ・ラフィア、この辺りも入っています。果たして出場する可能性があるでしょうか。それからもうニュースでご覧になられた方もいるかもしれませんが、ジェノアのゴールキーパーのフェデリコ・マルケッティが持っていたフェラーリの日本でもおそらく5000万弱します812スーパーファーストが洗車に出しまして、その洗車に出した会社のスタッフがですね、ジェノアの練習場シニョリーニに、まあ、車を持っていこうというところでコントロールを失ってフェラーリなんとフロントが大破しまして、まあ、幸い怪我人などはいませんでした。で彼の SNS にはいろいろな書き込みがあったんですけれども、マルケッティ本人はですね、まあ、起きてしまったことは残念だけれども誰も怪我しなくてよかったと、もうコメント読まないし人生にはもっと大切なことがあると、こんな風にコメントしています。これなぜかと言いますと、実はですね、彼がマルケッティがですねプロベルチェッリというクラブでプレーをしていた時にチームメイトのアンドレアというのとフランチというのを2人をですね旅行中に交通事故で亡くしたことがあったんですね。そのうち1回はブッフォンのお姉さんのベロニカさんも同乗していて、ベロニカさん怪我はなかったんですが命を落とした選手がいたということで、人生にはもっと大切なことがあると、こんな風にコメントをしました。主審の今日はダニエレ・キッフィさん先頭で今審判団が姿を現しました。昨年の年末にこれで4回目のジェノア指揮になります。ダビデ・バラディーニさんが就任をし、そこからは好調で年末から4試合で2勝1分け1敗というカンピオナートのジェノアです。敵地に乗り込んでのユベントス戦を迎えています。若い選手を今日はスタメンに起用してきましたアンデレア・ピルロ監督、週末には重要なゲームも控えています。今日のツートップはこのデアン・クルセフスキーとアルバロ・モラータです。そしてジョルド・キエリーニが戻ってきました。クリスティアーノ・ロナウドはベンチからのスタートです。注目のコッパイタリア、セリエアンセムです。いよいよコッパイタリアのラウンド16がスタートします。改めてユベントスの今日のスターティングラインナップです。ジージー・ブッフォンです。ディフェンスラインは3センターバック、ラドゥ・ドゥラグシン、そしてデミラル、ジョルジョ・キエリーニが戻ってきました。そして右にトップチームデビューになりますベズレーです。そしてアルトゥール・ロドリゴ・ベンタンクール、ベルナルデスキ、そしてポルタノーバが入りました。ツートップがデアン・クルセフスキーとアルバロ・モラータです。今日の主審はダニエレ・キッフィさんです。今シーズンセリアは5試合です。自らも
ポジションで受けてチポラ、ここはボールを奪い返しました。ユベントス落ち着いていました。